自然の雨が、どれだけ大事かっていうのは、面白いのはね、まあ、その中日の立浪監督は、はい、あのビジターですけど、言ってきてるのが分かります。竹島正幸の同級。今回の掛布雅之の同級、ゲストは阪神園芸の金澤さんです。よろしくお願いいたします。金澤さんと僕が初めてお会いしたのはまだお母さんが甲子園球場でお仕事されていて、はい、子供の頃お母さんに連れられて甲子園に来たってのはあれおいくつぐらいの時ですか？母親が勤め出したのが私が小学校4年生小学校4年生ですから、その時に初めてお会いさせてもらった。僕は21か22ぐらいの時ですかね。そうですね、はい、そうですよね、はいはい、初めて甲子園球場で、まあ、我々の野球だとか選手と接する、はい、その金澤さんが阪神園芸に入られて、はい、甲子園のグラウンド整備グラウンドキーパーのお仕事をされるっていうのはもう全然想像してなかったんですが自分ではどのぐらいの時に阪神園芸グラウンドキーパーとつながっていくんですか？まあ、仕事として考えたのは本当誘ってもらった時。誰に誘われたんですか？当時の山地さん。あ、山地さん、はい、懐かしい、はい、まあ、藤本さんの下で藤本さんの下におられました。はい、はい、にあの声をかけてもらったんですけども、まあそれは二十歳の時なんですね。二十歳ですか、はい、ただ実はあの、まあ、私は小学校中学で野球やってたんですけど、はいはい、あの中学の時にずっとまあ、肩がちょっと痛くなって、はい、ボール投げにくくなって、まあ、中2でも野球をやめてまして、なるほど、そのタイミングで藤本さんから夏の高校野球の時にもうどうせ野球してないからアルバイトに来いって言ってもらって、その時甲子園の大会というのはグラウンド整備してたってこと、はい、アルバイトで。ただ中学生なんで、うん、目立つとまずいので、まずいです、はい、ですからグラウンドではなく当時スコアボードが あの手で返すやつですね。あの中で仕事したら見つからないから、すいません、なるほど、はい、言ってもらえて、でもちろん選手の名前とかを出すのは交代とか、はい、トラブったりするので、得点を出すのは野球詳しいんだからできるだろうって言われて、あ、じゃあゼロだとか2点だとかひっくり返されるんですね。高校野球の夏の、大会、ちょっと報道学園が金田さんが優勝した時の、はい、ほい、あの時のスコアボードの中にいたんですか？おあまり公に言っちゃいけないようなことなんですね。でももうね40年まあ時効です、はい、あ、そうなんですか、はい、でそれである程度自分がもうグランドキーパーの方に行こうというお気持ちになるってことはないんですね。そうですね、まだ中学生でしたし、でその後高校生になっても高校野球の時はアルバイトで行かせてもらったので、うん、はい、まあ、もう高校生の時はグラウンドに出ても問題ないので、なるほど、グラウンドに出たりとか、まあ、グラウンドに出るって言っても本当に補助するだけなので、はい、トンボをかけたりとかいうよりはラインに行く時に水筒持ったりとか、あ、なるほど、はい、どんな道具のところに行ってもらえて出てくるだけとか、そんな感じのアルバイトはさせてもらってたんです、はい、すごい、やっぱ身近にでも金澤さんの場合は甲子園球場ってのがあったんですね。そうですね、本当に誰よりも身近にあったとは思います。当時のですね、はい、まあ、藤本さんだとか山地さんっていうお名前が出ましたけど、はい、僕と藤本さんの一番の思い出っていうのは、僕21か2ぐらいの時にサードマウンドイレギュラーしたバウンドが右の鎖骨に当たったんですよ。で、まあ、大怪我にはならなかったんですけど、翌日練習に出ていた時にその藤本さん、我々 GNGN って言ってたんですけど、藤本さんが僕のところまで来てくれて、本当に俺たちのグラウンド整備がうまくいってなかったんだと、阪神の大事な宝物を本当怪我させるところだったと、本当に申し訳なかったって藤本さんが頭を下げられたんですよ。で、僕は、いやいや、藤本さん、そんなことありません。僕の技術がないから、肩に当たったんで、そんな気にしないでくださいっていう会話から、僕は三塁側のラインをまたぐときは、今日も一日よろしくお願いします、頭を下げるようになったんです。これはもう、藤本さんの、その、
本当に我々の整備が行き届いてなかった、申し訳なかったという一言があったんでね、いやそこまでなんて言うんだろう、選手のために舞台を整えているグランドキーパーの方たちの気持ちというものを感じましてね、そんな簡単に、自分でなんかグランドを荒らすようなことをしちゃいけないと、もっと神聖な場なんだという気持ちになりまして、頭を下げてよろしくお願いしますって入るようになったんです。そういう藤本さんからの代々のやはりあのグランドキーパー阪神園芸の方たちの歴史伝統みたいなものってやっぱあるんでしょう。そうですね、やっぱり私がも入った時なんかもやっぱそういう話は聞かせてもらって、はい、特にやっぱりそういうイレギュラーとかで選手が怪我をするということで、ポジションを人に与えてしまって、その選手の生活が変わってしまうんだろうということをやっぱり最初に教えていただいて。あ、そうですか。ですから本当に仕事っていうのはどんな仕事も大事だとは思うんですけども、まあ、安易に考えてはいけないなっていうふうに一番最初にそういうふうに言われて、それを肝に銘じて仕事に取り組むようになりましたね。あ、そうですか。そんでね、また藤本さんもすごく印象に残っているのは、やっぱ営業の関係で甲子園球場の内野のグラウンドにシートをかけなきゃいけないと、その時に藤本さんがこれで甲子園の土は死んだって言ったんですよ。これ僕びっくりして、いや甲子園の土も空気も吸いたいんだよ、お水も飲みたいんだよ、その水と空気をシートで煽ってしまって遮断したら甲子園の土は死ぬって言われたんですよ。これはいや本当にやっぱり自然の雨が、どれだけ大事かっていうのは、まあ、選手の方もよく分かってくれてると思うんで、その加藤さんの後に、まあ、また平田さんであったり、はい、その後岡田さんであったりとか、はい、今ね鳥谷選手であったりとか、はい、まあ、今の選手皆さんやっぱり雨を遮ると嫌がるのは嫌がりますよ。あ、やっぱそうですか。単純に例えばプロ野球選手雨降ったら中止がいいっていうやつ、そういういやそれもあるんですよ、それもあるんだけど、はい、まあそれは置いといて、やっぱグラウンドの状態を考えるとやっぱり雨当ててほしいな。例えばナイターで昼に雨が甘がるんであれば、うん、グラウンドシート張ってなくても大丈夫なんで。大丈夫ですよね。ですから、張らないでほしいっていうふうに選手は思ってるんですけども、もし昼って言ってたのが夕方まで降るのが遅れたらですね、そういう可能性がある場合はシート張って雨を遮るので、そうなると、実際は、シート上げてからあいいグラウンドだなってお客さんとか思ってもらうんですけども、実はやっぱり水が入れない分バウンドはやっぱ高くなって、あ、結構足らないんですか、水が、はい、上から水まくだけでは水が足らない、足らない、はい、雨だとやっぱり下まで入ってくる。そうですね、まあ、もちろん降り方にもよるんですけど、逆にたくさん降ってもこれ以上いらないよって思っても雨はそのまま降り続くので、はい、まあ、その後の我々の整備になってくるんですけども、まあ、そのしっかりと下に水が入っておれば、どこかを野球できる状態にすれば、いざ使うときは、まあ、イレギュラーは多少はするかもしれないけど、やっぱりその肩に当たったりとか大きなバウンド、まあ、変化はないってことですね。はい、それと僕はね、もう一つ甲子園の我々の時代なんですけど、ショートの後ろと、はい、セカンドの後ろに水が溜まるゾーンがあったんですよ、はい、そこに水が溜まっていって、はい、藤本さんっていう方がこことこことここ、こことこことここと鉄棒みたいな鉄の杭を打ちつけるんですよね、はいはい、そうするとその打った鉄の杭に向かって溜まってる水がスーッと吸い込まれていく、はいはい、これも経験したことあるんです。はい、あら、そうなんですよ、はい、もう手品のようなね、甲子園球場って生きてるんです。すごいですよね。あれ、でも実は杭を打つと全て引いていくんじゃなくて、あ、そうなんだ、はい、土の下には、まあ、小さい石を並べてる層があって、その下にグリーシが、大きな石が、大きな石があって、はい、それちっちゃな石があって、で、その上に土があるっていうような感じの層がある。三層になってるんですか。はい。まあ、本当はその小さい石の上に火山砂利、まあ、同じはちっちゃい石なんで、はいはい、層があるんですけど、まあ、そういう4層になってます。あ、4層、はい、で、上から杭を打った時に、このグリーン石のね、うん、間とかにうまいこと杭が入れば、抜けてるんですよ。
だから藤本さん、ここピンポイントで言ってましたわ。まあそれが分かるっていうのは、そう、まあ、本当勘だと思うんですけど、あそのブリーチの真ん中の上に、刺さると、もうすぐにあの水がそこで溢れて止まってしまうんで。あ、止まってる、反対に、はい、だからもう何箇所か打ちながら、探していくんですね。あ、これやっぱ合ってるというか、そういう今もやられることあるんですか。今はあの当時とピッチャーマウンドの高さが15センチは変わっているので違う、はい、だからそこまで深くたまらなくて、あの、まあ、ショート、セカンドだけじゃなくて、まあ、ちっちゃいのが何箇所かあったりする。あのね、あのこれ今水溜まりとなりましたけど、はい、僕らの時代の甲子園っていうのはピッチャーマウンドからサードファーストの方に富士山のようになだらかな傾斜があったんですよね、はいはい、今はもうそのなだらかな傾斜があるグラウンドじゃないんですよね。そうですね、その傾斜はあるんですけど、もう角度が全然違う。違うんですよね、はいはい、だからあの紙整備と言われたあの DNA のあのドロンコのグラウンドで野球ができるような状態にしていただいたっていうのはすごいと思うんですけど、傾斜が少ないからダイヤモンドに水が溜まりやすくなってませんか。実際はもうあの状態で野球することってマジはなかったないですよ。あれも今中止だから中止ですから。そうです、はいはい、まあ、あのやっぱ傾斜良くなった分水溜まる場所がちょっと前に来てるっていうのは確かだと、はい、かなり傾斜が違うんですね。そうですね、はい、逆にその水溜まりの厚みというのがあの薄くなってると思う。ああなるほど、はい、でそれを今は新しい例えばあの給水マットをパッと置いて、ああそれで水を吸うこともできるので。なるほど、はい、試合中に杭を打ってうまいこと水が抜ければいいんですけど、何回も やりましたらだからそれやらないわけですね。ですからあの試合のあのない日とかで、まあ、水を早く抜きたいなって今時は打つことあるんですか。ありますよ、はい、あ、そうなんですか、はい、それこそあの若い子に教えながら昔はこれをやってたんだと。あー、なるほどなるほど。結構空振りしたら自分の足が危なかったり結構重たいので。あ、そうですよね、はい、結構太いですもんね、はい、それね。それと今高校野球の話僕しましたけども、はい、高校野球のその試合ってのは1日4試合ぐらいやりますよね、はいはい、でプロとの1日1試合、奥とも2試合ありますよね、ダブルヘッダーなので、はい、その、なんていうんだろう、グラウンドの整備、状態をキープするための整備というのは違うものですか、やはり。まあ、実際は高校野球の、まあ、第一試合っていうのは、プロ野球の試合のと同じような状態な、同じような状態なんですか。でその後やっぱり第2試合、第3試合、第4試合、だんだんとやっぱりあのグラウンドが悪くなっていくんですけど、まあ、それは当然ですよね。はい、ただ、まあ、プロ野球のシーズン中っていうのは大体あの10人出勤して作業するんですけど、10人、はいはい、もうあの高校野球のプラスアルバイト10人、20人、はい、という形で、第1試合と第2試合の間っていうのは30分ほどしかないんですけど、はい、そのうちの言っても15分が6シーズンのことがあるので、ですね、だから整備っていうのは15分ないんですよ。それを20人でできる限りのことをして、少しでも第1試合と第2試合は差がないようにっていうような、そういう提示はするんですけど、すごいな。ただ、やっぱりどうしても第1試合が来るとだんだん悪くはない。まあ、まさにそうですけど、整備する時間は15分ぐらいしかないってことなんですね。そうですね。水の撒く量なんてのは、その天候、はい、気温とかによって多少変えるんですか。もちろんそうですね。もうそれはもうやっぱり水を撒けるようになるまでやっぱ3年ほどかかるので。あ、水撒き3年。そうですね、はい。あ、そうですね。撒くだけだったらもちろんあの、ね、何回かやる撒けるんですけど、まあ、試合前のグラウンドを撒く、はい、んですよね、はい、でそれはね、やっぱそういう慣れてくるとやっぱり水の入り方っていうのが下に水が残ってるのが入あの上から水が入っているのに、感覚で分かっているんですよ。どれぐらい、あ、もうこれ以上巻いたら水を浮いてくる。浮いてる。これはもう巻いてる感覚で分かってくる。あ、そうなんですか。はい、でもちろん風とか気温とか感じながらなので、うん、まあ、それは整備する前にある程度意見すり合わせて、まあ、ちょっと少なめにしようなとか、まあ、今日はしっかり巻いて大丈夫だよというような、まあ、抽象的な言葉で伝えて、あとはもう感覚で任せて。あ、そうですか。ホース持ちながらちょっと、巻いてることを、まあ、私が感覚違うなと思ったらもう少し少なめにしたらいいんじゃないかなとか、そういう。あ、それはよく金田さんが言うわけですね、はい、
僕はどちらかというと現役の時は常にあの水まく方にはちょっと多めに巻いておいてくれると僕ちょっと柔らかい方が好きだったんですよ。まあ今もやっぱりどの選手もね、そうやって言ってきますし、ちょっと上巻いておいて、はい、あるんですけど、はい、面白いのはね、やっぱ今の中立の立浪監督は、はい、ビジターですけど言ってきてる監督はビジターだけ言ってるんだ甲子園を知り尽くしてますね、はい、しっかりお願いします。あ、そうですか。はい、これはもうセントラルリーグだったら立浪監督だけですか、言ってること。そうですね。今は本当でも水の幕僚とは別で、まあ本当各球団の内野手なんか特にいろいろ。あ、言ってるか。あ、そうですか。雨上がりとか特に聞いてくる選手はいますけど。それとね、ちょっと聞いたことあるか。赤星さんが現役の時に、はい、その赤星さんので要望で。はい、スタートするところの土を固くしたっていうのをちょっと聞いたことがあるんですけど、はい、そういうことは実際してた、あったんですか。やりましたね。赤星選手の要望というよりは、まあ、当時2003年は岡田さんが監督、はい、はいはい、で岡田さんからその赤星が走りやすいように固めてくれと、はい、で、まあ、走路全部固めてくれと、はい、でも走路全部固めると二塁手の前に跳ねますよ、跳ねるという話をして、で赤星が走りやすい、最初のスタート切りやすい、切りやすいとこ、はい、部分だけ一番、まあ、また一塁手の前って掘りやすいので、掘りやすいですね、はい、でそこを掘りにくくして少し固める。はあ、はい、もう時間がないのにあそこもあそこも、いや言いますよね。でそれを影さんが横からもうええもうええもう帰りたいねって言うのがすごく印象的で、影さん優しいなと思って。